推しが上司に、人に、鈴木愛理と、周一、片寄涼太が初デート、自分の推しに当てはめてもん絶してる、キュンキュンしまくり。鈴木愛理が主演するドラマ、推しが上司になりまして、テレビ東京系の第6話が、9日に放送された、以下、ネタバレあり。本作は、漫画、森永愛し、原作、東幸氏による同名作品をドラマ化。人生のどん底にいた主人公、中条瞳、鈴木、の目の前に、最推しの 2.5 次元の舞台俳優、桐生東真、片寄涼太、が突如、会社の上司、高城修一、片寄、となって目の前に現れたことで繰り広げられる、胸キュン、ラブコメディー。ある日曜日、周一に図書館に誘われた瞳。そこで周一は、子供たちに月一で読み聞かせをしていた。子供たちに囲まれ、優しい笑顔で読み聞かせをする周一の新たな一面を知り、瞳はドキドキが止まらない。そんな中、読み聞かせのボランティアに来ていた高校生、水木、平みのりが何やら怪しい行動をしており、瞳は大慌て。周一の水木への神対応で事なきを得るが、その後、周一は好物の肉まんを食べながら、瞳に初めて自分の過去を話し出す。今回は、瞳と周一が初デートをし、二人が映画を見ながら暗闇で手をつないだり、瞳の口元についた肉まんを周一が、ついてるよ、と言って優しく取り、ペロリと食べるシーンなどが書かれた。放送終了後、SNS 上には、そんな二人の姿に、キュンキュンしまくりだった。いろいろと妄想してしまう、片寄涼太くんと鈴木愛理ちゃんにキュンキュンさせられっぱなしだった、ただただ最高すぎて、自分の推しに当てはめてもん絶してる、などのコメントが寄せられた。このほか、愛理ちゃんのオタクの演技が素敵、どの瞬間を切り取っても可愛すぎる、涼太くんにうちの職場にも読み聞かせに来てほしい、何回見ても面白いドラマ。片寄さんと愛理ちゃんのエンディングのダンスが二人とも上手、といった声も投稿された。